マナナに飯でも作ってもらうか。はあ、疲れた疲れた。もー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 。あー、全部なくなってますの。マナナまだ全然食べてなかったですもん。お前さっき散々食ってただろ。量は均等に分けてあったはずだが。マナナ、今日はたくさん歩きましたもん。お腹グーグーでしたもん。と言われてもなあ。マナナ、まだ先は長いんだから、なるべく食料は節約しないとね。もう、何がなくなったって？食料とかなんとか。え、嘘？本当に？別の場所に置き忘れてるんじゃないのかも。ううん、絶対にここに置いてあったよ。確かに、僕も寝る前に確認した。誰かが全部食っちまったとか？まさか。リクの分まで食べられませんもん。ひどいですもん。濡れ衣ですもん。いくらマナナでもそんな怪しい真似はしないですもん。ああ、もう分かったから少しは落ち着けって。落ち着いてなんていられないですもん。保険と尊厳に関わる話ですもん。そもそもいくらマナナが食いしん坊だからって一晩で全部は無理だろ。じゃあ誰が。肉は食わねえだろ、こいつ結構小食だぜな。そうも、肉は余分なカロリーを摂取しないしょ。おい、これ。マナナとは違うもん。羽？何の羽だ？それはマナナが。こっちに足跡がある。誰もんなこと言ってねえだろ。この足跡、もしかしてターキー？ああ、そうだ、これターキーだ。じゃあ食べ物もターキーに。謝ったって許さないですもん。マナナの保険と尊厳はものすごく傷つけられましたですもん。あ、そこをさ、機嫌を直して。マナナの機嫌はさておき、食料深刻だな。調達するしかないわね。同感だ。幸いこのエリアは自然が豊かだし、なんとかなるかもしれないぞ。なら善は急げだ。ああ、ええ、いくらなんでも食べ過ぎも。マジでガチで太るも。ママ、また太ってるって言いましたもん。言ってないもん。いいえ、言ってましたもん。今日という今日は絶対に許しませんもん。脱走したやついるんだな。キャッスルからなんだな。いいのかい、ウロボロスと接触するかもしれないよ。これまでの段取りがパーになっちまうよ。案ずるな、むしろ接触すれば必ず来る。根拠は？ウロボロスとはそういうものだ。あんたがそういうのなら信じてもいいかもね。ねえ、王。ふん、そうだな。
P の言う通り信じてもいいかもだな。ハインドの肉ってすんげーうまいんだよな。メインはお肉料理で決まり。ああいうのを目ざとい敵って言うんですもん。ノーブルスクロスリーダーズ無双で崩れろ。ちょっと肉は余裕だ。運動を渡してやるの。私がおとりになる。こっちを見て。もう一暴れしてやるか。エナジーグレネード。調整しといてよかったもん。投射比で3割はパワーが上がったもん。なんだよ投射比って。アグネスの連中と違ってひ弱な俺らにはこういうのが必要ってのはわかるけどよ。わかるけど何も？もっとこうバーンとしたものはないのかよ。バーンとしたものは擬音で言われてもよくわからないもん。ああそのよノアのあれみたいなものよ。あれとは？体温かよ。分かってんだろ。言わせんなよ。何に使う気なんだもん。え、そりゃヨランに使う気じゃないのかも。だったら話には乗れないもん。なんでだよ。やっぱ図星も。そもそもノアはその考え知っているのかも。仲間に相談もなしに決めるのは良くないもん。あいつは敵だ。誰が決めたも。ヨランは自分が敵だなんて言ってなかったもん。俺が決めた。まだ何も分かってないのに。だってあいつはよ、たった
一度会っただけで決めつけるもん。ならどうしろってんだよ。ノアやユーニと一緒に前に進むしかないもん。そんなんで解決すんのかよ、適当言いやがって。それにあれはそういうものじゃないもん。もっとたくさん集めなきゃだしね。見て、面白い形の木がある。イチジクってひょっとしてすっげーうまいのか。そりゃあもうほっぺがずっとーっと地面にめり込むくらい美味ですもん。ってありゃ、どうした、虫でもついてたか。ダメですもん、これまだ熟れてないから食べられませんもん。今食べたらその苦さに悶絶死しますもん。結構うまそうに見えるけどな。三三一軸は実が黄色になってから食べられるようになるまで1年かかりますもん。そんなに？あ、じゃあ無理か。いいじゃない、また来年ここに来れば。伝説なんでしょ、食べなきゃ損だって。チッ、そうすっかな。ミオさん、来年は。うん、私は無理かもしれないけど、みんなは食べられるでしょ。なんで無理なん。あ、お前そういうことさらっと言うなよな、変な罪悪感抱くじゃねえか。ごめんごめん、気にしないで。気にしないでって、めちゃくちゃ気にするっての。なあ、どうしてそこまで割り切れるんだ。割り切れるって、割り切ってなんかいないよ。それなりに焦ってる。見えねえけどな。もしそう見えるなら、今のこの命は私のじゃないからかも。どういうこと。もらった命なんだ、親友に。本当はあの時、死ぬのは私の方だった。今は自分じゃなく、彼女の時間を生きている。だからかな。なんだか私らみたいだな。知ってる、インタリンクするときに一瞬見えるから、炎と瓦礫と
叫んでるランツ。ノアのやつか。もし、もしだぜ、その親友がヨランみたいに現れたら。敵として？敵として。やっぱりランツみたいに聞いちゃうかな、なんでって。やっぱ聞くよな。うん、なんで私に命をくれたの、なんで雅の方が長く生きられたのに、なんであの時。雅って言うんだ。割り結構あれだったんだな。なんだろう、前はこんなじゃなかったのに。ありがとう。その後ね、受け入れる現実を。答えが何であっても。後ろは振り返らない。相方が前ばかり見て走ってくんだもの。私が後ろに行くわけにはいかないでしょ。相方かもうそんなんなんだな。うん、あいつはどう思ってんだろうな。あっちにもまだ食材がありそうだよ。私ならいつでも。敵を倒すのは任せてくれ。あっちにもまだ食材。さあ早く探しに行こう。余裕だろう。こちらのクロスインパクト。相手になるよ。もう一度暴れしてやるか。ドライブアロー。サイドはいいんだ。どうよ、いいんじゃないか。今日のランクは頼りになるな。エナジースレネード。いい手だ。目をそのまま押し切る。先月ドライブアロー。すごい。このまま行ってだろ。もっとな、さっき食い物の話してたよな。お前らだけで食べてたのか。食べたくても食べられなかった。
食材結構あ。私が手を貸そう。結構集まったな。うまそうだ。これだけあればしばらくは安心ね。鍛錬に休みはねえ。さてこれで食料はなんとかなったな。うん、しばらくは大丈夫そうだね。どうした、ミオ。なんだ、敵か。ボレアリス。なんであんたがこんなところへ。キャッスルに行ったんじゃなかったのか。行ったともさ。行った結果がこれさ。何があったんだ。なぜです、女王陛下。なぜ我々のコロニー4が。お前たちはウロボロスと接触した。いわば汚染対象の除去だ。汚染。俺らが汚染されたって言うんですかい。違うのか。命の日時計の加護から外れたお前たちはもはや命のやり取りをする必要はない。戦わざる者生きるべからず、それが我が国の掟であり真理なのですよ、エセル。女王陛下が、このまま問答無用で除去されては口惜しかろう。そこで機械をやろうと思う。機械とは。ウロボロスの抹殺。ノアたちを。この私が。もちろん厄介な相手であることは重々承知している。一人でやれなどと言うつもりはない。カムナビ。なぜお前がここに。
エセル。なんで敵であるカムナビがここに。余興だよ。余興。命の火時計から解放された者に対してメビウスの瞳は効力を持たない。今一度その支配下に置くには再生させるしかない。それでは面白い。死生観すら凌駕する実力を持ったお二人、期待していますよ。エセル、カムナビ。軍務長たちには新たな鉄巨神が与えられた。ウロボロスを抹殺するために作られたやつだ。調整には今しばらくかかる。だが軍務長は必ずお前らを抹殺しにやってくる。本当なのかそれは。だからここに来たんだ、知らせるために。お前らの大体の位置は奴らから聞かされていたからな。これはキャッスルの図面だ。鉄巨神の調整の際、隙を見て入手した。アナイアレイターの構造図も記されている。これを持ってコロニー4へと戻れ。軍務長、それってどこにいたって狙われるのなら、いずれ破壊する手段くらいは確保しておきたい。違うか。ですが、それじゃキャッスルに。それとノアたちだが、もし出会ったなら伝えてくれ。私は本気だと。そしてこの件に一切関わることなく本懐を遂げろと。軍務長。エセルさん、本気なんだ。なのに、本懐を遂げろ、だなんて。軍務長ってな、そういうお人だからな。あんたが逃げ出してきて、エセルは大丈夫なのか。なに、増票一人消えたところで、なんとも思わねえだろうさ。え、だってさっきの傷。ええ、さっきの。あれは途中で崖から落っこちた。暗かったもんでな。なんだよそれ。まあとにかくお前らが心配することはね、これは俺らの問題だ。お前らは本来の目的を達成しろ。ボレアリス。ったくよ、なんで軍務長がお前らをやらなきゃならねえ。なんで敵であるカムナビがあそこにいる。どうにも合点がいかねえことだらけだ。だから俺は戻る。みんな、お前らは急いでこのエリアを抜けろ。調整が完了するまでにはまだ間はある。お前らの足なら。聞いてしまった以上それは無理だな。私も同じ。ミオちゃん、
この前見たあの光、あれがアナイアレイターのものであるのなら、たとえ私たちが目的を達成できたとして、犠牲の上に成り立った命に何の価値があるの？そんな命悲しすぎるよ。ミオちゃん、ミオ、ボレアリス、キャッスルの図面送ってもらえないか？ノア、お前まさか。元はといえばコロニー4の日時計を破壊したのは俺たちだ。だがあれはどうあれ今の状況の責任の一端は俺たちにある。だから俺たちがそのアナイアレイターとやらを破壊する。いいよな？マジか。俺は別に構わねえが。私も。君たちには世話になった。恩義みたいなものさ。仕方ないもん。お前たちだけじゃ心配だから付き合ってやるもん。戦うなら一流の料理人が必要ですもん。後ろは振り返らない。相方が前ばかり見て走ってくんだもの。私が後ろに行くわけにはいかないでしょ。ったくしゃあねえな。回復薬なしでキャッスルに踏み込むとかありえねえだろう。ユウに俺はコロニー4へと戻り、万が一の事態に備える。お前らの幸運を祈ってる。ああ、任せてくれ。しかし相手はキャッスルだ。近づいたら攻撃される恐れがある。どう進む？慎重に行動すればなんとかなると思う。そういやお前、毎年送り人の研修だかなんだかで言ってたもんな、キャッスル。なるほど、黒い霧か。それもかなり多い。特に今の時期は辺り一帯に立ち込めている。ニールの谷の洞窟で見つからなかったろ。だからなんとかなる。多分霧が立ち込めているのは朗報として、消滅現象の危険性は、この前体温に教えてもらうまで気にも留めてなかったけど、これが不思議と起きたことがないんだ。本当か？理由は分からない。キャッスルの裏手、湖畔に面した一帯はエーテル採取場になっているんだ。そこで取られたエーテルが物資搬入口からキャッスルの中へと運び込まれている。そっから忍び込むって？搬入コンテナに人は乗っていない。衛兵の目を盗んでコンテナまでたどり着ければキャッスルの中へと入れる。外の衛兵はそれでかわせるとして、中に入ったらどうやって進むの？タイオン、霧の時コロニー4の兵士の索敵範囲はどのくらいだった？感触としてはだいたい15メテリくらいだったかな。ここ兵員待機区画にキャッスルの外角に出られる整備用ハッチがある。ここを抜けて外縁部を伝っていけばアナイアレイターの基部まで行けるはずだ。外なら衛兵に見つかる確率も減るもんな。行けそうだね。一つ懸念がある。キャッスルは女王のお膝元だ。もし失政官に見つかったら、その時は戦うしかないだろうな。一応タイルがないわけじゃない。これだ。ケベスでは聖人の儀の後、
送られた者が身につけていたものを水に乗せて流す流水の儀というものがある。その時使われるのがこの水路。これはそのままキャッスルの外の湖までつながっている。なるほど。アナイアレイターの脇にあるハッチを開け、水路の流れに乗って湖に出られれば。また水かよ。なんか逃げるとき毎度水に飛び込んでねえか。羽濡らしたくないんだけど。毎度ってこの間の一回だけだろ。まあ戦わないに越したことはないさ。出会わないことを祈ろう。決まったね。うん。装備と食料の確認をしたら出発しよう。腹が減ったな。